皆さんこんにちは、すずちゃんです。今日はですね、100均で購入したものの紹介なんですけれど、まあそんなに興味ないかなと思うからサクッと紹介しようかなと思います。私が最近買った100均での購入品なんですが、まずこちら木工用ボンド、これね地味に使えるんですよ。紙物でなんかね、箱とか作ってる方とかはよく使ってる人多いと思うんですけれど、こういうねちょっと縦長になってて細く塗れるよっていうやつなんですけど、これね地味に便利で売ってたので買いましたっていうやつ。あとこれね、ビッグの蛍光マーカーパステルパープルってやつですね。でちょっとこれ書いてみようかなと思います。かわこ屋さん、はい、この4色でございます。めっちゃパステルで可愛い。こんな感じの色味です。こっち向きにすればいいか。うん、可愛いね。じゃあ次、シールです。皆さん見たことありますか？ニャッキー。これ世代の人ね、多分同い年だと思うんですけど、30代かなニャッキー懐かしいと思って思わず買っちゃった。これはね子供用に買ったんだよね。絶対喜ぶと思って、でも普通に手帳に貼っても可愛いなと思ったので、こちらニャッキーを買いました。 A と B を両方とも、よいしょ、こういう感じのデザインの、ちょっとね1個が大きいんですよ。手のひらでこういう風にこれぐらいのサイズ感なので、はい、ちょっと大きめで可愛いシールでございます。あとね、紙物でなんか使ってる人が多かったこの電球みたいなね、このピンを見つけたので、ニットピンってやつですね。ニットに、ああ、編み物するのに使うやつなんだろうけど、なんかこれを使ってね、紙まとめてる、ちょっと前に動画上げたやつでもね、プレゼントでもらったやつでも、これ使ってる人がいて、かわいいと思って、思わず見つけたので買っちゃった代物です。で、私が、ちょっと前にもね、これ昔買ったやつで、普通に使いやすかったからまた買い直しました。こちらはですね、マスキングテープとかをつけておいて、マステを持ち運べるよってやつなんですけど、これね、なかなか良くて、1個に対して8枚入ってるんですよ。なんで、すごい使いやすい。使いやすい。どう使いやすいのっていうと、で、ここに穴が開いてる通り、バイブルサイズだったら普通に入りますね。こんな感じで、ちょっと、汚ねえなぁ。ちょっと待って。はい。こんな感じで、バイブルサイズだと、こういう風に、ちゃんと、入りますよっていう感じ。まあ、バイブルサイズが入ればね、HB×W5 ももちろん入りますよということで、はい。HB×W5 でももちろん入る。なので、まあ、マステを持ち運びたい人にはすごくおすすめよねっていうやつなんですけど、私これ、ちょっと前にね、プレゼントっていうか、マステをさ人にあげるのに使っちゃって、今手元になかったから追加購入でございます。これもちょっと貼ってみようか、今身近にあるから。こういう感じのマスキングテープをこのようにつけてもいいですし、これをよいしょ、ぐるぐる
巻きつけることも。こういうふうにくるくる巻きつけて、で、これをこういうなんか手帳とかのここに入れてもいいし、ここにつけてもいいしっていう商品です。これね、結構ね、意外と良きなので、あと英語サイズにも入るかな。はい、っていうのがこちらでございました。で、あとは手帳関連で言うとこちらですね。これか。こちらですね、バイブルサイズっていうことで。こういう感じにバーチカル仕様になっているものですね。最近ちょっと時間管理してね、動くことが増えてきてるので、ちょっとこれを使って時間管理しながら動いていくのもありかなと思って購入しました。普通にね、バイブルサイズってこっち向きにしてさ、5穴に開けておいて M5 サイズにぶち込んでもいいと思うし、普通にいいかなと思って買いました。あとラストはシールです。はい、サクサクと、はい、これですね。はい、地球の歩き方スクエアシール、ちょっと面白いから買っちゃいました。これね、3種類、全部で3種類あるんだ。はい、スペインも入ってるからね、ちょっと思わず買いました。あとはこの可愛いワンちゃんのシールですね。ワンちゃんのシール。ワンちゃんのシール。で、あとはこの、何？かわいい。かわいいシール。トッピングラボステッカーシール。はい。こういう風に組み合わせて貼ってもかわいいよってやつですね。ちょっとかわいいから買っちゃった。あとはこのなんか、キラキラの昔からあるような、ちょっと海外チックな、ニコちゃんと、さっきのワンちゃんと同じような感じで猫ちゃんですね。はい、以上です。はい。よいしょ。今日のじゃないね。なんだ。ぐだぐだになっちゃった。100均で買った購入品紹介でした。バイバーイ。